アポロロビン・シバンビは、ウガンダの政治家。1999年から2011年まで、首相を務めた。1940年10月25日生まれ、ジョン・イチャーチと共に、イースト・アフリカン・リバイバルを率いたシメオン・シバンビの子として生まれた。キングズ・カレッジ・ブドで高等教育を受け、ロンドン大学から経済学の名誉学士号を、シカゴ大学から政治学の修士号を、 ナイロビ大学から医学士号をそれぞれ取得している。1978年から1983年までと1985年から1987年まで、マケレレ大学の社会学部長を務め、1987年から1990年までは、同大学の政治学部長を務めた。1994年から1996年まで、 マケレレ社会学研究所所長を務めた。1996年から1998年まで公益事業省を務め、1998年に教育スポーツ省になり、1999年に首相に就任した。首相在任中の2003年から2007年10月まではマケレレ大学の総長も務めた。作家のポールセローは旅行記 ダークスターサファリ中でのムシバンビとの対談で、大学在学中に、ムシバンビに、家庭教師をしてもらったことを明かしている。2019年5月28日、78歳で死去。妻ローダとは2001年12月に種別し、2003年7月に、エスターと結婚した。娘が4人と少なくとも5人の孫がいる。ありがとうございます。